X のトレンドで年収300万円っていうのがあったのでちょっと見ていたんですけどどうやら日経新聞の記事が話題になっているようで年収300万円じゃ働けない円安日本見放す外国人円安にも程がある丸一とでこれまあ,あの有料記事だったので冒頭部分しか見れないんですけど1ドル160円まで進んだ円安が話題になっている円安は輸出に強い大企業 の業績を引き上げ、賃上げに一役買った面があるものの、食料やエネルギーの多くを輸入に頼る日本にとっては物価上昇が心配される。足元は過度な円安とも言われ、マイナス面が色濃くなりつつあると。まあこの辺ぐらいまでしか読めないんですけど、まあ要は日本は貧しくなっていってますよという話だと思うんですよね。で、日本が貧しくなっていってると、まあ出稼ぎ労働で来ていた外国人も、 まあ日本に来るよりも、まあ日本人がなんかオーストラリアとか行ったらもっとすごい高い給料で働けるみたいなことがちょっと前に話題になっていたりもしたんですけど。だからそれやったらまあ日本に来るよりそういうもっといい国に行った方がこう稼げると思う外国人が出てきだしているのかなという話なのかなと思うんですけど。僕はこれっていいことなんじゃないんですかと。<laughs> なんか最近その移民を受け入れると、まあ政府もかなり移民を受け入れる方向で、なんか新たな法案をゴールデンウィークのこう、みんながあまりニュースとかに注目していない間に、まあ高橋雄一先生なんかが YouTube でお話ししてたんですけど、こう移民がより入りやすくなるっていうんですかね。そういうような法案がもう通されようとしているっていうのか、もう通るんですかね。なんかそういう話があったんですよね。だから日本はどんどん移民を受け入れる方向になっていってると。 まあ、あの、少子高齢化とかがあるので、そうせざるを得ないっていうところもあるかもしれないんですけど、しかし、外国人っていうのは、やっぱり文化とかも全然違うので、まあ、川口のクルド人の問題であったりとか、あるいはイスラム教の人たちって、なんか、土葬したいんですよね。その、仮葬っていうのが、その宗教上ダメなので、日本でも土葬させろ、みたいなことを言ってきたりとか、なんかその問題が発生するんですよ。 で、僕の職場でも最近外国人の人がいっぱい、まあ、こう会社が分かれて、その違う方の会社の方に外国人ばかりが来るようになってるんですけど、やっぱりちょっと違うんですよね、文化が。<laughs> まあ、僕の働いているところは従業員入り口っていうのがあって、外部の業者はその名前とか書いて入管証をもらって入らないといけないんですけど、そういうサインとかするところがちょっと混むんですよね、こう朝。 で、普通に普通の日本人はこうちゃんと並んで書くんですけど、最近着出した外国の人は <laughs>、並ばずにこう抜かしていこうとするんですよ。え、こっから教育せなあかんのかと <laughs>。そういうレベルなんですよね。まあ、その辺も最初だけかもしれないんですけど、あの、外国人を入れることによって、果たしてその生産性が上がるのかどうかですよね。で、なんかそのスマホとか全然見ながら、 仕事をしたりとか、あるいはトイレにこもってなかなか出てこないみたいなこともあったりして、こうなんていうのか、その、やっぱり日本人と感覚が違うんですよね。で、そういう生産性が低い方、の方が楽なんですよ。その労働者っていうのは。同じ時給の場合、こうだらだら仕事した方がいいですよね。時間かけた方が時給の場合、その給料が上がるっていうことになるので、 なんか外国の人ってその短絡的っていうのかそっちの方が得じゃないかっていうことでテキパキやろうとしない人が多いんですよね。これはただアジアの人は両米の人の方が多いんですけども <laughs>。そういう特性があるので僕はあんまり労働力のために移民に頼るっていうのは僕は全然良くないことなんじゃないのかなとやっぱり思うんですよね。 なので、この、どんどん日本が貧しくなることによって、外国の人が日本に来ないようになるっていうのは、日本人にとっては僕はいいことのように思うんですよね。で、実際、年収300万円とか、こう、今、その、どんどん日本が貧しくなっていってるとか、なんか数字とか出してきて、そういう風な表現する人結構多いんですけど、果たしてどうなのかなと。僕は年収300万円にも届かないような生活してるんですけど、 なんか十分裕福に暮らせてると思うんですよね。なんか最近その物価とか高熱費とか確かに上がってきているので、なかなか生活は苦しくなってきている、苦しくなってきているっていう風な感じもあんまりしないんですけど、しかし、やはりラーメンとか食べに行った場合に実感するというのか、なんかちょっと前までラーメン屋って普通に750円とか、下手したら600円台のラーメンとか普通にあったのに、 今なんかもう800円とか900円とか普通に1000円超えるラーメンもまあ近所に天下一品の総本店あるんですけどもう一番安いやつでも1000円超えてるんですよねだからかなりその物価とか上がってきてるのは事実なので数字的に見たらかなり厳しくなっていってるかもしれないんですけどとはいえどうなんですかと 現状、税金とか社会保険料とか合わせたら僕らの収入の約半分以上が持って帰れているんだみたいな話もあったりするんですよね。だからこの国おかしいんだみたいな言ってる人多いんですけど、僕はその分、利便性とか安全保障とか、それがめちゃくちゃ保障されてませんかと思うんですよね。なんかその江戸時代とかは年貢っていうんですかね、そういう政府が取り、政府の取り分が50%を超えると、みんな一気を起こしていたと。 民衆、農民は反乱を起こしていた、みたいな話があるんですよね。なのに、現代の日本は従順すぎて、その洗脳されきってるので、羊すぎて、そういうのを起こさないんだ。おかしくなっている、みたいなことを言うしているんですけど、全然違うと思うんですよ。江戸時代と今と。江戸時代ってもう、馬持ってる人すら、ほとんどいなかったんじゃないんですかね。今50、50%社会保障費とか、税金とかで取られていても、車とか持っていたり、 水道があったり、ガスがあったり、めちゃくちゃ便利だと思うんですよ。なんかその戦後すぐぐらいのあたりでも地方に行けば水道がなかった地域っていっぱいあったんですよね。そういう人たちの人どうしてたかというとアフリカの人みたいにこう、天秤で水亀を持って <laughs>、水汲みに行ってたんですよ、井戸に。そういう時代と比べて、今って水道とか、こう、なんていうのかガスとか、まあ水道もガスも、 その政府のものじゃないかもしれないんですけど、その分利便性がめちゃくちゃ上がっているので、やっぱりどう考えても日本は貧しくなった貧しくなったといえど、史上最高レベルに裕福だと思うんですよ、日本は。現状。で、これが印象として日本に行っても稼げへんぞとか、日本は貧しいぞみたいな、こう、イメージがこう世界に定着してくれたら、 逆にそういうその厄介な外国人が入ってこなくなるっていうのは僕はいいことなんじゃないのかなと。表面上は貧しくなった貧しくなったと。そういうふうなイメージをこう出しておいて、実は僕らの生活っていうのはちゃんと見たら全然そ,そんなそうでもないというのか、あの工夫次第で何とでもできるっていうんですかね。なんかその正常石志とかなんか高いところで買い物したいんだと。デパートの地下でなんか買い物したいんだみたいな。 そういうその生活水準をしたい人にとっては、あの、年収が少なかったら厳しいかもしれないんですけど、普通に安いスーパーとかで日,日常的に買い物したりとかしていたら、別に全然そんなにこう貧しいとか貧困だっていうような生活環境でもないと思うんですよね、まだまだっていうのが。なので、いいんじゃないのかなと。日本は貧しいぞってイメージがこう膨らんでいくっていうのは <laughs>、 僕は外国人がその敬遠してくれた方が、こう政府はどんどん外国人入ってきてほしいっていう方、針にしてるみたいなんですけど、いや、日本なんか行きたくないわと。そう思ってくれた方がいいんじゃないのかなと思うんですよね。そう、金を稼ごうとしてくる外国人ってがめついんですよね。だから時給で働かしたら全然働かないんですよ。こう、ダラするんですよね。その方が得なので。こう、早く仕事が終わってしまったらその分時給が稼げないですよね。 しかし日本の人はそういうことしないんですよ。しかしなんかそういうその文化がこう失われてしまう可能性があるので、僕は外国人あんまり入れない方がいいと思うんですよね。ただその外国人も人によるというのか、僕の職場にいる中国人の方は全然僕らの文化に合わせようとするっていうんですかね。だから人によりけりだと思うんですけど、 ただむやみやたらに外国人を入れてしまうと、その自分たちの文化を押し通そうとしてくるというのか、そうなってくると、今せっかく生きやすい平和な日本の状態なのにもかかわらず、どんどん悪くなっていくっていうのは良くないと思うんですよね。まあちょっとそういうことを思う年収300万円じゃ働けないと。あのそういう、 日経新聞の記事をこう見てみて、その記事の内容自体はどういう内容だったのか、有料記事なので分からなかったんですけど、ちょっとそこから、あの、いろいろ思いましたという話でした。芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。